はい、ひらえもん TV のひろゆき Z です。完全にね、私のね企画のメットスプリームがね、ひらえもん TV によってね、吸収合併という形でね、ひらえもん先生にね全部取られてしまいましたんで、ひらえもん TV の傘下のもと私も撮影をしています。まあ、要はね、ひらえもん TV がスポンサーなんですね。なので、月にね、40万円ぐらいは私に持ってきてほしいですね、ひらえもん先生はね。こんな小道に入るのか。なんか能動チックな、ウインカーブザーをね、キジマのウインカーブザーっていう商品なんですけど、こちらつけたらね、ウインカー消し忘れはねだいぶなくなりましたね。まあ、ほとんどなくなりました。本当はね、フロント部分にそれをかませた方が、ライダーに音が聞こえやすいんじゃないかなと思います。僕は後ろの方につけてるんで、よく耳をこんなしてないと聞こえないかもしれない。僕のバイクはね、振動があると伊勢神宮の鈴が鳴るようになってるんですよね。まあ、どうでもいい話なんですが、はい、おお、熊五郎の走りをちょっとね、後ろから。上手ですね、熊五郎さん。まあ、無理をせないようにね。ナイスドライビング。ここね、峠インターっていうのがありますから、ここからはね、帰ることもできます。ビーコムがない人の会話二人ともビーコム持ってるでしょうけどね、今日はつけてないんでしょうね。今日はね、白のヘルメットを3人衆で、ホワイト
なんだ、まあいいや。そういうような走りですね。夕日に向かって走ってますね。なかなか。ここね、県道1号線なんですよね。なかなかね。1号線走りそうで走らない道、1号線。国道15出ましたね。分かった。